こんにちは。プランツカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。前回の動画で秋の七草の一つ、なでしこについてお伝えいたしましたが、9月の8日には二十四節気の一つである白露を迎えます。9月の9日には重陽の節句を迎えます。重陽の節句は菊の節句でもあり、菊の花で浄化するという内容のお話を以前の動画でお伝えしています。白露についてや重陽の節句については概要欄に貼っておきますので、よろしければそちらもお楽しみください。秋を表す節気には立秋、処暑、白露、秋分、寒露、霜降の6つがあります。白露は3つ目で、本格的な秋の訪れを感じさせる節気にあたります。まだ暑さが残りますが、この時期は心身を休めて、秋分までにリラックスして、心も体も整えると良い時です。そこで今日はこちらのパワフルなケイトウのお花とともにお届けしたいと思います。ケイトウのお花は夏のお花が持たない時期に重宝したお花なんですが、今この時期もお花屋さんにたくさん並んでいます。ケイトウの一種であるヒユ科セロシア属のセロシアはギリシャ語のケレオス、燃焼したに由来して、このメラメラと燃えるようなお花の色にちなむとされています。インド原産のクリスタタ種やその園芸品種を一般的なケイトウと呼んでいますが、漢字では鶏の頭と書いてケイトウと読みます。この花の姿を鳥のトサカに見立てたものです。この鳥のトサカにまつわるエピソードが中国のお話にあります。中国の山里で年を取った母親と息子がオンドリを飼って暮らしていました。ある日、息子は山道で泣いていた美しい娘を見つけて家に連れて帰ります。ところが、オンドリが激しく泣いて娘を追い返そうとするので、彼は翌朝に娘を村へ送っていくことにしました。しかし、その道中、娘は鬼の姿に変わり、彼に襲いかかります。娘は実は山奥に住むムカデのせいだったのです。その様子を後をつけて見ていたオンドリは、ムカデのせいに立ち向かい、倒した後に力尽きて死んでしまいます。息子は自分の身を守って助けてくれたオンドリを埋葬したところ、そこからオンドリのトサカの形をした花が咲きました。このトサカの形をした花がケイトウだったと言われています。そこから、オンドリがムカデのせいに立ち向かう姿から、勇敢という花言葉がつけられています。新たな門出を迎える人たちへ応援の気持ちを込めた贈り物としても良いと言われています。日本へは8世紀頃に中国や朝鮮半島を経由して入ってきたと言われています。万葉集の中に登場するからあいはケイトウだとされています。また、1681年に刊行された歌壇項目によると、ケイトウゲとして紹介されているのが、現在のケイトウに近いものではないかと言われています。歌壇項目は、江戸時代の園芸家、水野元勝の著書で、1681年に刊行され、1716年に再版されています。日本初の園芸書で、夏季200種余りについて、その形状や栽培法を記述したものです。1828年に刊行された本草図譜には、トサカケイトウ、咲分けケイトウなど、現在栽培されている元となっているものが載せられています。秋の初風を感じるこの時期は、心身ともに洗練していく時に適しています。今持っているもの、感情、すべての中から、これから最も大切にしていくものを選択し、そうでないものを手放していくのに良い時です。今までなかったような種類のエネルギーが生まれてきて、このエネルギーは私たちにとって本当に大切なものを応援してくれると言われています。必要ないものはそのエネルギーとはマッチしないので、スムーズに進めていくために、今のうちにいらないものを手放しておくと良いでしょう。自分の意思とぴったり合ったものは、自分では考えられないほどの加速が起きて発展するようです。人間関係においても、ご自身のテリトリーを大切に、静かなバランスをとってリラックスして過ごす時間を作ると良いようです。ケイトウはその美しさと勇気にあふれたエネルギーで私たちを勇気づけ、本格的な秋に向けて前向きなステップを踏むお手伝いをしてくれます。四季折々を大切に自然の変化を感じ、そのリズムに合わせてご自身の生活も調整していけるといいですね。緑の扉では心に明るい光を灯すセッションも行っています。ケイトウの花のように勇気を持って新しい可能性を探し、ご自身の個性を輝かせて十分を迎えられますように。この動画では人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために植物の力で心身を癒し、あなたらしく輝けますように植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。ケイトウの勇敢なエネルギーがあなたにも届きますようにお祈りいたします。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。